ディーンブリュースタージャットはアメリカ合衆国の物理学者。即色学、色識別、色秩序、色覚などの分野に重要な貢献をした。マサチューセッツ州サウスハドリーフォールズに生まれ、オハイオ州立大学とコーネル大学で学び、1926年に物理学の博士号を取得した。1926年にはワシントン DC にある 国立標準局のマンセル研究員として即職を担当した。1927年、アメリカ国立標準局の常任職員となり、1969年に退職するまで在籍し、その後はゲストワーカーとして活躍した。この間、彼は即職学の科学に多大な貢献をしたと述べている。色彩に関する研究と標準化の仕事に加えて、 色彩科学に関する国際委員会に米国代表として参加した。1931年から1967年までの間、国際証明委員会の8つの会議に米国の即職担当者として参加し、1931年と1964年の標準観測者の定義、標準光源 B と C、D6500 などのアップグレードされた昼光色の光源 即色純度の定義など CIE 標準即色システムの開発に重要な役割を果たした。また、心理物理学という言葉の生みの親でもある。彼は色刺激と色近くの関係についてそのキャリアを通じて取り組んだ。カラー・イン・ビジネス、サイエンス、アンド・インダストリーの著者であり、あとの2つのエディションはキュンター・ワイス・ゼッキとの共同制作で3つのエディションが 出版された。この中でジャットは200以上の記事を執筆している。そのうちの57編を抜粋したものが1979年に NBS から出版されている。ありがとうございます。